こっちに例えばその蜂蜜と分かんないああいう大阪の大丸百貨店一緒にこうセットで置けたら地下1階の蜂蜜専門店で打ち合わせをしているのは店舗開発などを担当する吉田真嗣さんです。いつもはスーツ姿ですが週に一度全身黄色の防護服に着替えます。向かった先は大都会の真ん中地上およそ60メートル大丸心斎橋店の屋上です。一昨年の大規模リニューアルに伴い屋上に植物を植え緑化した大丸心斎橋店今年3月からおよそ5万匹のミツバチを育てる心斎橋ハチミツプロジェクトを始めました。もう蜜言わなくても分かるぐらいこの辺にちょっと片手で持てないぐらい重いっす。なぜミツバチなのか。そこには市街地に緑を増やすという目的があります。ミツバチが花や木々の花粉を運ぶことで植物は実をつけます。その実を野鳥が食べ種を遠くまで運ぶと周辺に植物が増えます。そしてまたミツバチが花粉を運びます。このようにミツバチは都会に緑を増やし生態系を循環させる上で大きな役割を果たすのです。このプロジェクトを発案した吉田さん大丸に勤めて15年、大阪出身でずっと地域に貢献したいと思っていました。この心斎橋だけではなくっていろんなところに波及すれば大阪として緑が広がっていって住みやすい街を作っていく中ではやっぱりそういった環境も必要だろうと思いましたのでこの都市養蜂にトライしてみようと思いました。さらに大丸心斎橋店はミツバチが蜜を集めるのにとってもいい場所にあるのです。ミツバチは巣から半径およそ3キロ圏内にある花から蜜を集めます。このエリアには大阪城公園やウツボ公園、天王寺動物園といった蜜の取れるスポットがたくさんあり大丸心斎橋店はまさにその中心にあるのです。都会の蜜だからあんまり美味しくないとかっていうのはないですね。やっぱりお花がちゃんと咲いているところはしっかりと美味しいですし排気ガスの多いところには蜂が行かないのでやっぱり綺麗な蜜を取ってきてくれているのでやっぱり美味しくはなります。こうした都会で蜜蜂を飼う取り組みは環境への意識の高まりを受け世界中で広がっています。花の都パリにある劇場オペラ座の屋上をはじめ大阪の梅田でも2009年からヤンマー本社ビルの最上階で行われています。しかし誰もが簡単にできるわけではありません。一番苦労されたことは何ですか。やっぱり我々百貨店がど素人だったのでこの養蜂に対して何も知らなかったというところです。大阪府の条例では蜂の巣箱は人が常時出入りする場所から20メートル以内に置いてはいけないなど飼育方法について厳しい条件が定められています。多くの企業が申請していますがなかなか許可が下りないのです。吉田さんはミツバチを育てるプロの業者を訪ね歩き勉強を重ね週に1回巣の手入れや蜂の健康状態のチェックなどを学びました。およそ1年がかりで許可を得ることができたのです。何でしょう、子供っている一緒に生活していただける友達かなっていう感じですね。デパートの店員さんというよりも養蜂家さんじゃない転職しましょうかね、ほんまに。
緊急事態宣言に伴い休業していたレストランフロア。この日吉田さんは先月初旬に初めて採れた蜂蜜を持って自家製のうどんを出す店を訪れました。遠慮なく言ってください。あ、ね、本当です。ちょっとさっぱりした。さっぱりして、はい、吉田さんは蜂蜜を使ったメニューを作れないか相談しました。お客さんが自ら仕上げでかけて食べてもらうっていうのもありかなと思ったので。飲食店のメニューだけではなく蜂蜜を使った菓子なども開発し、今年の9月頃からの販売を目指しています。今日、巣箱を設置してから2回目の蜂蜜搾りが行われました。あ、綺麗な色。じゃあまずちょっと取れたてのところ。あ、取りすぎた、ごめんなさい。これでミツバチの一生分です。あ、すごいすっきりしてる。あの初夏の味っていう感じ、本当にすっきりしてる。大丸心斎橋店では蜂蜜を最終的に200キロ取る予定で、子ども向けの体験イベントなども今後企画するということです。これからこの心斎橋の将来を担う方々、そういった方全ての方にはやっぱり食べていただいて、大丸を発信としていろんなこの地域で広がっていったらいいなと思っています。改めてもう集めてくれたミツバチに感謝ですね。はい、あの大丈夫です、刺されてないです。都会の真ん中から緑を広げたい。ミツバチと百貨店の店員が大阪の心斎橋に新たな名物を生み出そうとしています。